で、まずは、まあ、みんなもね、今すごく混乱してるとは、いや、思う。もう、そりゃそうだよねって、思っています。12時にね、ここから発表があったと思いますが、桐生ここがね、7月の1日の、20時の卒業ライブをもって、ホロライブをね、卒業することになりました。やっぱさ、じゃあこの気持ちどうしようって多分思ってんじゃないかなと思って、まあ僕も最近ガッキーを失いまして比べるものではもちろんないけれど、いや、そう、こういう時どうすればいい、この気持ちはどこに発散すればってね、思ってる人も多いんじゃないかなってちょっと思ったんですよ。なのでちょっとここでね、みんなと、まあ僕、まあわかんない、他にもこういった枠を取る子がいるかもしれないけど、もうちょっとみんなと話すメンバーがいてもいいのかなと思って、枠を取らせていただきました。まあ、まずは、多分すごいみんな気になってると思うのが、同居どうすんのっていうことを結構気になってると思うんだよね。ね、一応なんか本当に今、そのまんまのことを話すと、なんか同居するのをどうするかっていうのは実は全然決まってなくって、僕とここ全然もう喧嘩とかももちろんしてないし、だから、めっちゃ仲良しだし、で、なんかここは、なんかその、まあ、出ていくっていうか、まあ、引っ越すとかは別に言ってないし、僕も、引っ越せみたいなことももちろん言ってなくて、なので、しばらくは、一緒にいると思います。卒業した後もね。で、まあ、ただ、ホロライブハウスっていうことで一緒に住み始めて、で、ホロライブを卒業した後ね、ココが、まあ、万が一ほら僕の配信に声が乗ったり、そういうことがこうどこまで大丈夫なのかなっていうのは、僕一人ではわからないから、それはわかんないんだけど、ただ僕が一番ね、ココが卒業するってなった時に、なんだろう、気になっていたのは、卒業した後に、なんかココの話が出せないと、なんか、しんどいかなって思って。僕たち、ホロメンもだし、リスナーのみんなもね、なんかもう、なんか話にも出しちゃいけないってなったら、しんどいから、そうはならないようにしたいなと思っております。うん。で、もしかしたら、なんだろう、引っ越しってことが、今後いつかあるかも、知れないけど、まだ全然決まってないっていう感じで。でももうまあ、どうあっても何があっても、まあ、卒業しても、僕はもうずっとココと仲良しだし、多分もう本当に一生ね、仲良しなんじゃないかなと思うので、そこはぜひぜひ安心してください。卒業するまでもそうだし、卒業した後もね、友達として、ココのことを支えたりとかね、できたらなと思っております。うん、だから卒業した後も、僕は、少なくとも僕はここの話を普通にするかなと思っております。なんかゆっくり7月1日に向けて、この本当に短い時間だけど、この中でどんな思い出を作ろうかとか、どんな風に応援していたらいいかなっていうのが、なんかそういうのがちょっとでも前向きになるお手伝いができたらなと思っています。